ああ、怠け者って一日のほとんど動かないで過ごすのね。なんだか羨ましいわ。突然どうしたんだ？いやあ、私も怠け者みたいにダラダラ過ごしたいなって思ったのよ。残念なやつだな。ところで、怠け者といえば、古代にはとんでもなく大きな怠け者がいたのを知っているか？何それ？全然知らないわ。じゃあ今日はデカすぎる古代の怠け者、メガテリウムについて紹介していくぜ。まずはメガテリウムの基本情報から見ていこう。楽しみすぎるわ。一体どんな生き物なのかしら？メガテリウムは、今から約500万年前から1万年前の、新生代新第3期先進生から第4期後進生頃に、主に南アメリカに生息していた巨大な怠け者だ。じゃあ500万年くらいの間は繁栄していたってことね。そういうことになるな。和名は大乱獣、もしくは大怠け者と言うんだぜ。大怠け者ってそのままじゃない？でもわかりやすいわ。どれくらいの大きさだったのかしら？メガテリウムは、成長すると全長5から6メートル、体重3から5トンにもなり、この大きさは地上性の怠け者として最大級なんだぜ。6メートルですって。それは確かにめちゃくちゃ大きいわ。昔はそんなに大きな怠け者がいたのね。ぜひ見てみたかったわ。それは私も同感だな。この大きな体や体重の重さから、現世の怠け者とは違い、木に登ることはできなかったんだ。怠け者といえば、木の上で過ごすイメージが大きいけど、メガテリウムは違ったのね。古代には地上性の怠け者が、何種類も存在していたんだが、今では全て絶滅してしまっているからな。地上性の怠け者と言われてもピンとこないのは、仕方のないことだと思うぜ。怠け者といえばずっと木の上で、寝ているイメージがあるわ。メガテリウムは何を食べていたのかしら？メガテリウムは草食動物で、ユッカ、リュウゼツランという植物を、好んで食べていたみたいだな。なるほど、でもそれだけの大きさだと、食べる量も半端じゃなさそうね。もっとメガテリウムについて、知りたくなってきたわ。早く詳しい生態とかも教えてちょうだい。いいだろう。ここからはメガテリウムの詳しい生態に加えて、絶滅してしまった理由や、メガテリウムの仲間を襲った悲劇についてなど、詳しく見ていこう。おお、気になる内容が盛りだくさんね。よろしくお願いするわ。じゃあまずは、メガテリウムの生態についてだな。メガテリウムは、大きな骨盤体と筋肉質脳を備えた頑丈な骨格を持っていたんだぜ。主に植物を食べていたと考えられており、他の草食動物が到達できない高さの植物を食べることを可能にしたんだ。高いところの植物を食べられるのは、大きな動物の特権ね。そうだな。発達した口脚と強靭な尾を使って、三脚のように体を支えたようだぜ。その上で、前足の曲がった長い爪を使い、枝を手繰り寄せたと考えられているんだ。あら、その様子だと、爪もかなり発達していたのね。そうなんだぜ。現世の怠け者も発達した爪を持っているが、現世の怠け者は木の上に登るために、この爪を使っているんだ。対してメガテリウムは、高い植物への食事や、穴を掘ることに使用したんだぜ。同じ怠け者なのに使い方が全然違うわ。面白いわね。発達した爪のせいで足を平らに置くことができず、足の側面を使って歩行していたみたいだがな。これは現世のアリクイなんかにも見られる特徴なんだぜ。ああ、発達しすぎちゃってそれが邪魔になってるのね。なかなか歩くのが大変そうだわ。そういえば、メガテリウムは二足歩行なのかしら？それとも四足歩行？基本的には四足歩行だったと考えられているが、生態力学的分析では、二足歩行も可能だったと言われているんだ。じゃあ状況に合わせて、使い分けていたのかもしれないわね。また、とある研究によるとメガテリウムは、表面積と体積の比率の関係上、体に熱を持ちやすかったと考えられ、ほとんど毛が生えていなかった可能性もあるらしいぜ。怠け者なのに毛が生えていないの？なんだか想像できないわ。また、口を見てみると、狭い円錐状の形状をしており、これは好みの餌を食べることに適した形状だと言われているな。意外に偏食だったってこと？かもしれないな。実際メガテリウムは後進性のすべての、地上性怠け者の中で最も狭い口を持ち、かなりの偏食家だったと言われているんだ。なんかメガテリウムって随分わがままなのね。霊夢ほどじゃないだろう。何か言ったかしら？おっと、なんでもないぜ。話を戻そう。メガテリウムは食事の際に、食べ物を飲み込む前に、歯を使って食べ物をすりつぶしていたとされ、これには発達した方の筋肉が役に立ったんだ。しっかり噛んで消化していたのね。なんだか人間みたいで可愛いわ。ただ胃の中は荒く、繊維質の食べ物を消化することができたが、消化を助けるために多くの時間を休む必要があったと考えられているんだぜ。消化の時間が長いのは、体が大きいことも関係してそうね。
お、そう言われるとそうだな。メガテリウムは、肉を食べることもあったという説もあるんだぜ。ええ、それが本当なら、かなりの大発見じゃない？肉食説は、メガテリウムの上腕三頭筋のそばにある肘の部分が、非常に短いことに着目して唱えられているんだ。それが肉食と何か関係があるの？この特徴は肉食動物に見られるもので、発達した爪を短剣のように使って、獲物を捕らえていたのではないかと考えられているんだぜ。これにより、古代のアルマジロのような動物であるグリプトドンを、ひっくり返して飼っていた可能性があると言われているんだ。じゃあ結構信憑性のある説なのかしら？いや、この説に反対する意見では、メガテリウムには捕食者に特有の肉を食べていたという証拠が欠如しており、糞の保存堆積物には骨の痕跡が存在しないことから、信憑性は低いとされているぜ。ああ、なるほど。じゃあメガテリウムが肉を食べていた可能性は低そうね。そういうことになるな。このことを裏付ける証拠として、メガテリウムはマンモスやグリプトドン、大型のラマのようなマクラウケニアなどの、大型の草食動物と同様の同位体比を持っていたんだ。反対に、雑食や肉食の哺乳類とは同位体値が著しく異なると判明しているぜ。同位体値って何？同位体値とは、生物の骨を調べることでわかる値のことだ。この値を調べることでその生物が何を食べていたかわかるんだぜ。なるほど、同位体値が他の草食動物と同じなら肉食の可能性は低いわね。そうだ。同位体値は、メガテリウムが変性草食動物であったことを示唆していたぜ。メガテリウムは草食とされているが、仲間からは肉食の証拠が見つかったんだ。怠け者の仲間の一種である、ミロドンは最近の研究で、肉も食べていたと考えられることが発表されたんだぜ。え？でもメガテリウムも結局は草食って結論が出たんだし、メガテリウムの仲間の怠け者なら、ミロドンもどうせ草食なんじゃない？いや、ミロドンの食性についてはかなり信憑性の高い根拠があるんだぜ。え？そうなの？最近までミロドンは、メガテリウムや現代の怠け者のように草食性で、爪を使って植物の根や宿液を掘り起こし、葉を食べていたと考えられていたんだ。ほら、やっぱり普通の怠け者じゃない？しかし、アメリカの研究者がミロドンの毛の化石から見つかった化合物を分析したところ、ミロドンが植物だけでなく、肉を食べていたことが発覚したんだぜ。でもそれだけじゃ証拠として弱いわね。私は草食性を推すわ。もちろんそれだけじゃないぜ。毛の他に歯も証拠として見つかったんだ。今回の発見では、ミロドンの歯は、捕食者に殺された動物などの肉も、食べていたことがわかり、多分ミロドンは死肉を漁っていたと思われているんだぜ。なるほど。歯の形状まで証拠として見つかっているなら信憑性は高そうね。これまで、古代の怠け者が全て草食性だと考えられていたのは、歯と顎の形状的に、肉を食べるのに適していないと考えられていたからなんだ。そう言われると、マリサが大発見って言ったのも頷けるわね。そうだろ？この発見は、考古生物学上の謎を解くことに、大きく貢献すると考えられているんだぜ。今まで草食と考えられていた生物が肉も食べたってことは、他の生物でもそういった例があるかもしれないってことですものね。おお、今日の霊夢はかなりの理解力だな。なんだか感動だぜ。それって褒めているのかしら？もちろんだ。最終表記やそれ以前、南アメリカにはサイ、ラクダ、ヤマといった、古代の巨大な草食動物が多く存在していたが、彼らが食べる植物の量は、不足していたのではないかと考える科学者もいるんだ。ふむふむ。しかし、ミロドンが雑食性だったとすれば、他の種も生き延びるために、肉を食べる雑食性だった可能性が出てくるんだぜ。おお、まさにミロドンのケースと一緒ね。そうなんだ。だから今回の発見は、今後の研究に大きな影響を与えるだろうな。これはこれからの研究にも注目しないと。それにしてもこの時代の草食動物は巨大な生物ばかりね。一度でいいから一目見たかったわ。それは同感だな。メガテリウムの仲間も大きな種が多かったのかしら？同時期の北アメリカには、同化でほぼ同じ大きさのエレモテリウムがいたぜ。やっぱり仲間も大きかったのね。メガテリウムは分類でいうと異節条目という、アリクイ、アルマジロ、ナマケモノなどと同じグループに属するんだ。アリクイやアルマジロとも同じグループなのか、知らなかったわ。さらにメガテリウム科のナマケモノ亜科、そしてメガテリウムを含めた2つの亜属に分かれているぜ。なかなか細かく分かれているのね。祖先にはサイほどの大きさのプロメガテリウムがおり、現在のナマケモノとも遺伝的関係があることが分かっているな。じゃあその祖先の頃からそれなりに大きかったのね。それじゃあここで、メガテリウムの仲間を襲った悲しい事件を一つ紹介しよう。おお、楽しみだわ。ある時、南米のエクアドルにある、タンクロマという発掘所で、
20体を超える、メガテリウムの仲間であるエレモテリウムが発見されたんだ。それは結構な数ね。家族とか群れとかだったのかしらね。おそらく群れであったと考えられるな。なぜなら、調査では計575個の骨断片が見つかっており、幼年期から青年期まで合わせて22体のエレモテリウムの化石だとされているからだ。生息年代は1万8000から2万3000年前の新生代第4期後新生だと言われているぜ。ふうむ、でもどうして、固まって死んでしまったのかしらね。それについては順に説明していこう。まず、化石の見つかった場所は、当時植物の繁茂した湿地帯だったことがわかったんだ。これは骨周囲の土壌や化石化した植物から判明したんだぜ。なるほど、エレモテリウムたちの餌場とかだったのかしらね。餌場でもあっただろうが、もう一つの役割があったと推測されるんだ。どんな役割なの？それはトイレだ。トイレ？ああ、この場所では植物や土壌がエレモテリウムたちの、糞でいっぱいになっていたんだ。うわぁ、なんだか想像したくないわね。このことはエレモテリウムたちが、湿地帯をトイレとして使ったことを示すんだ。これは原生のカバが、虫除けや暑さ対策として、泥の中に身を浸すことと、同じ目的と考えられているんだぜ。カバってそんな習性があったのね、知らなかったわ。でも今回の化石と何の関係があるの？実は現在でも、カバが糞をした泥の中で自らの糞を原因に病気にかかることがあるんだ。あ、ということは、今回見つかった化石も、そうだ。おそらく見つかった22匹のエレモテリウムたちも、糞に含まれる病原菌が原因で、悲劇の集団死を遂げてしまったと考えられているぜ。確かにこれは悲惨な出来事だわ。それじゃあ最後に、メガテリウムが絶滅してしまった理由や、人類との関係性について見ていこう。じゃあまずは絶滅理由について教えてくれるかしら？いいだろう。だが実はメガテリウムの絶滅理由ははっきりしていないんだ。何よ、せっかく張り切って聞いたのに。すまんすまん。研究者によると、メガテリウムの絶滅は氷河期の気候や、人類の狩猟が原因だという説があるぜ。あらら、やっぱり人類が原因になっちゃうのか。メガテリウムの絶滅の始まりは、先進性末に南北アメリカがパナマ地峡で繋がったことだ。これにより、まずジャガーの祖先やサーベルタイガーの仲間が、メガテリウムの住む南アメリカに進出し、メガテリウムを捕食対象とすることで、個体数を徐々に減らしていったんだぜ。あ、じゃあ始まりは新しい肉食動物の南アメリカ大陸への進出だったのね。そして、メガテリウムの最大の敵となったのはやはり人類だ。人類が初めてアメリカ大陸に到達したのは、後期後進性の終わり頃で、人間によるメガテリウム狩猟の証拠も残っているんだぜ。人間のせいで絶滅してしまった動物はたくさんいるけど、メガテリウムもその動物たちの中の一種である可能性が高いってことね。近年見つかった化石には、古代の大型の怠け者と、古代人が戦ったことを示すものもあるんだぜ。どんな化石だったの？これは大型の怠け者と古代人の足跡の化石で、足跡を 3D で分析したところ、人間が大型の怠け者の足跡の通りに後ろからついて歩き、その後退治し、槍を投げて攻撃していた可能性があると見られているんだ。足跡の化石でそんなことまでわかるのね。他にもこの足跡はそれたり曲がったりしており、この間に別の古代人が近づき、大型の怠け者に致命傷を負わせたと、読み取ることもできるんだぜ。やっぱり、人間は集団で大型の怠け者を飼っていたのね。怠け者側はどうやって対抗したのかしら？大型の怠け者の足跡からは、後脚で立ち上がって、身を守るために前足を振り回した様子が見て取れるらしいんだ。また、より遠くに別の人間の足跡があったことから、複数のグループが、別々のチームを作り、怠け者を狩るためにおとりの役割をしていたこともわかったんだぜ。うわぁ、古代人と大型怠け者の熾烈な戦いね。どっちも生き抜くために必死だからな。人間の足跡が見られない場所では怠け者はまっすぐ歩いていたが、見られる場所では突然方向転換するなど人間から逃げようとしていたことが、これらの足跡の化石からは想像できるんだぜ。やっぱりメガテリウムをはじめとした大型の怠け者たちは、人間による狩猟の対象になってしまい、絶滅した可能性も高そうね。残念ながらそういうことになるな。メガテリウムって今の怠け者からは考えられないくらい大型だったわね。でも私たち人類がそんなメガテリウムを絶滅に追いやった可能性があると思うと、とっても悲しいわ。そうだよな。でもメガテリウムの仲間のエレモテリウムの集団化石の話はとっても面白かったわ。やっぱり古代の動物にはロマンがいっぱいね。